これは黒い運命の石踏みとは違う存在です。セーフだ、キアナ。あ、パパ、私バレてないよね。あ、お前よかった。そりゃそうしている方が自然で。でもこの2007年最新版ネゲントロピー新そうさ。あー、さすが。細かいところが十分であるほど偽装はバレなくなる。さあ早くそのガイドをしまえ。心配はいらないよ。そう、ネゲントロピー本当に嫌だよね。ネゲントロピーの工作員が。今は冗談を言ってる場合じゃない。この車を専門機器で調べたが、念に。じゃあ真剣に、真剣に行くよ。彼と幼い頃のキアナ・カスラナさん、どこかに侵入しようとしてるんでしょうか。待って、これはいつのことでしょうか。よし、キアナ。まず私たちは数日とも開発センターに着いた後、私はせっかくパパ訓練室に着いたら、窓からパパが化学防護服に着替えて全ての準備ができた。その間パパは最後はああだが覚えておい。分かってるよ。ほらこのね。そうさて今後はもうこの今の記憶、彼らがそれに記憶の中であの女の子クローンの話を、つまりいいぞ、姿を見せない相手と話があるならもう知ったはず。つまり今の私のジークフリー。あなたは彼と全然似てませんが。そうかもしれない。だがそろそろお前記憶から浮上するがいい。バルキリー、お前にある二つの力はそれを期待している。もうすぐ終点に着くのでしょうか。ビアンカ、まだ眠って。キラ先輩だって同じでしょ。列車のベッドに横に。リタはすやすやと眠ってます。それならありきたりな話じゃなくて、ある家族です。知ってるかもしれないけど、セシリア様には子供がいるの。うん、天命でそういった相手に会った。彼女は生まれた時から期待を寄せられていた。大きくなった。それもそうね。彼女の父親、その子が新たな律者キラーですが、現状から考えてそうね、多分二つの血が合わさ、生まれたその子に特別なところは何もなかった。え、その子が他の人と同じようにセシリア様はシャニアテの血筋の結晶として。だけどその子が大きくなって、きっとセシリア様も。それは自由の意志による結果、そうでしょうか。ええ、一人の人間が、例えば私の故郷ではこういう言い方があるの。人の運命は生まれた瞬間にすでに決められ、人生の意味は自分の意志で隠れた運命を探すこと、そしてその中で自分の人格を昇華させること。さらに言えば、もしその世代の人々が自分の意志で同じ道を選んだなら、天命の御三家のようにセシリア様はそういう宿命を恐れて、両親どうしてもそうしな、だから、ええ、それに決心したことを十分に感じ史上最年少の A 級バルキリーの記録保持者ですか。それに昼間にキラ先輩の真剣な態度をベースにしても長い時間を、結論も先に言われるなんてね。それはそうと、少し話を戻すけど、キアナ・カスラナ。ありません、気になるならリタに。わか、何せですが、
神は乗り、私たちはよ、それは私たちの、そのキアナという、きっと私が失敗したとしても船長の言葉を借りれば